どうも、澤田し也です。はい、中野浦です。えー、ストリートファイター6の話をしようっていう話のね。ほいほい実は、あのー、以前にもですね、ストリートファイター6、2023年の6月に発売されたのかな。うん、はいはいはい。で、7月に1回収録してるんですよ。そうだね。なんか、体験場だけ俺やって、面白い頃からやろうかなぜひやってって言われて、うーんとかやってたな覚えてる。<laughs> やってないんだが、結局。はい、ごめんなさい。<laughs> で、ソリとファイター6から導入されたそのモダン操作がドヤーとかね。そんな話とかありましたね。結構1、2時間ぐらいしたんですけど。ええー。その1、2時間ぐらい収録時間があったから、編集めんどくせえと思って、ずっとしてなかったんですね。そうしよったらもう話が古ってなって、<laughs> 今聞き直すといつの話してんねんぐらいの、ぐらい、なんかソリとファイター6界隈なんか、 業界というか、なんか、海外の進行早っと思って。おお、どうなったんですかあの時すごい、それこそ、今までにない盛り上がりやみたいな感じで、ね、うん、VTuber とかも参戦して、みたいな、あの、え、CR カップ ?CR カップ。嘘で盛り上がってるよねっていうのは俺も動画では見て、盛り上がってるの知ってたから、そうそう。いやだからあれが本当七7月やったんで、<ー>そのエボリューション前でしたし。はいはいはい。 で、CR カップが終わった後とかやって。うん、で、それ以降大規模大会も何回もやってるし、うん、なんかストリートファイターリーグも進んでるし、ね、うん、CR カップも2回目開催されたし、たねたね、で、なんか、あの、梅原が主催の、なんか、トーナメント大会とかも。やったりしててんな,んなんかもう、業界のそういうイベントの進み声が早っと思って。<ー>盛り上がりも人段落したぐらいの、ぐらい、なんか、 瞬間最大風速すげえなと思思うからはい、はい。ちょっとそう、今気持ち落ち着いてんのかなみたいな気はしてたけど。落ち着いてるってなんか普通それが普通になったみたいな。別に下火になったわけでもない。こんなに格芸流行っててすげえっていう状態でずっと続いてるような感じが普通になっちゃったから。あすごいすごいすごい。えなんか、普通。だからあのー、なんかまあまあ、その中身は違いますけど、 その格ゲーが日常的に普通であるあの日々ですよ。我々が中古生あはいはいはいあ。あんな感じ。なんかその、それこそその、v g エかバーかゲーム配信するってなった際に、はい、その、ストリートファイター6が普通に選択肢として選ばれるぐらいの普通。なるほど。そういうことか。になっちゃったんで、えー、なんか、当時収録の時に話した話がフルってなって、<laughs> もう配信すんでやめたってなったんですね。ああ、なるほど。はい。 で、かつ、あのー、操作方法のモダンやどうやっていうのも、うん、もう今と、まあ今となっても、まあ、仕組みとして当たり前にあるものなので。なるほど。はい、まあ、未だにモダンクソとかなんかそういう意見とかもいますけど。あ、いるんや。<laughs> そこはいるんや。それは当然、反発する人とかもたくさんいますけど、<ー>とはいえ別になくなるわけでもないし、で多くの人はそのモダンで助けられたが、ゆえに、 続いているとか、それこそその VTuber 界隈なんかモダン操作の人とかいるからこそ大きな盛り上がり,になったり。でしょうね。あの東京ゲームショーやったかなはいはい。あの時にあの CR カップの第 2, 2回目があったあ。重なってたね、確かに。いいあの時に生配信とかもされて、リアルの会場と VTuber 勢はまあ通信でみたいな感じの。なるほど。あの時にもこの激熱なこう戦いが、 繰り広げられたりしてあれも言っても、モダン操作のねプレイヤーがなんかプロを追い詰めるみたいな時とかもあったんで、だからそういう意味ではもうモダン操作がどうのこうのって言っても、それはもう別にま意味をなさないのじゃないかなぐらいにはなってるから、あくまでそのゲームとして、機能の一つとして、まああるからっていうだけの話しかないんで、うん。 だから本当にあの時話してた話が一気に古くなったなっていうぐらい、なるほど普通になりましたね。<laughs> ねねいろんなことが。そういうことか。で、私としてもその、発売された当初1ヶ月はずっとランクマッチをやってたんですけど、ーワールドツアーモードっていうね、あの、ストリーモードみたいな感じはいはい、はいはい、キャラクリして、みたいな。そう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 。う。で、あれもやっとかなあかんよなと思ってやったら、<ん>思いのほかハマってしまった。そうなんや。へー。 で、ストーリーもクリアしたし、<う>まあそこそこ最強の装備とかも集めたりして、<ー>で、砂漠クも全部やっちゃうぐらいの、ハマり具合やった。エとかもあるんや。あの、ワールドツアーモードの中にもこう、ストリートファイターのキャラクターが師匠として登場するんですよね。で、その師匠と親密度を上げたり、で、その師匠に着くと、その師匠のスタイルっていうのが、 自分として使えるようになるから、うん、そのスタイル、レベルを上げていったりとか、いろいろやることあるんですけど。うん、あれ、技は、こう、いろいろ組み合わせて使えるわけそうそうそう。ああ<ー>。で、基本キャラクターは自分がクリエイトしたキャラクターなんですけど、それにさまざまな市場のいろんな人たちを組み合わせていけるんですよ。すげえなーなんか、対空は昇竜拳使ってるけど、近距離ではなんか、あのー、スクリュードライバーするみたいな。ああ<ー>。なんか、そういうキャラとかもできたりするんですよね。 スーパーあれかいコマンドがバッティングするやつはどっちかしかいないダメです。ああ<ー>、そう,そういう感じね。はいはい。でも、体格差も出るんやんな。そう、だから、キャラクリエイトして、でかいキャラとちっちゃいキャラやったら、同じ技でも、はい、あの、性能差が出るみたいなのがあったりするし、はいはい、その、ワールドツアーモード、その、アバターならではのやり方みたいなのがあって、あの、うん、アバターだからこそ繋がる必殺の連携みたいなのがあって。うん、なるほど。すげえな。 やり込んでる人は、なんかやり込んでますね。うん、あの、アバターで対戦するモードがストリートファイター6の中にあるんでね。おお、それでもバランスむちゃくちゃやないな、そ,のそうですよ。だからそこはもう、無視というか。うん、だかランクマッチみたいなのはないんやと。ないない。だからあくまでそのゲームセンターみたいな場所で、プレイヤーが自分のアバター同士を戦わせるみたいな感じで。 なので、あの、ツアー者同士の戦いになると、体力がアホみたいに無限に近いぐらい体力があるから終わらないっていう。どういう <laughs> かそういうのはあるらしいですよ。なんか、死なないっていお互い。小松とそんな風になるんや。そう。ずっと戦ってても相手死なないみたいな。<laughs> すげえな。ああ。そういうとかもあって。まあ、各師匠の親密度マックス投げたり、あのー、うん、各師匠のスキルレベルマックス投げたり。うん。 このゲーム体験者としては、なんか珍しく結構やり込みましたけどね。お<ー>で、それが人残落ついたら、むちゃくちゃなんかゲーム終わった感が自分の中で出てきてしまって。<laughs> なるほど。最近全然やってないんですよ。う <laughs> ん、なるほど。はい。で、それはまあ面白くなくなったとかではなく、なんか変に人残落してしまったのと、ああ<ー>。あとやっぱりそのゲームをする時間がなくなってきて。<laughs> はいはいはい。で、仕事が忙しい。 ですね。仕事も忙しいし、なんかプライベートでもちょっとやらなあかんことたくさん出てきてたっていうのがあるんですけど、うん、なんかそういう時って、うん、なんかネット対戦したいっていう気持ちにならんのっすよね。ああ、うん。なんか、やっぱ基本的にゲーム体験者である私はあの、ゲームをこう、逃避としてやってるので、はいはい。まあどちらかというと、こう、快楽のためにやってる部分が大きいわけですよ、精神的に。まあ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 、なるほどね。やっぱこう、はい、プライベートで仕事で減った MP を、 まあ、あの、ゲームで回復させるためにやっているので。はい。ゲームでストレス味わいたくないって思ってしまうんですよ。まあ、それはそうだよね。うん、そうなると、ネット対戦なんか、一番ダメじゃないですか、そんな。負けるともう、ストレスマックスになっちゃうんでそう。そうよね。それは <laughs>、もう、それが嫌いで俺は対戦しないからね。そう。だから、そういう意味でなんか、あの、やっぱりこのネット対戦って自分の心に余裕があるときに、だからこそできることだなと思って。うん。最近やってないですよ。 はいはい。だから本当にあのー、あの2ヶ月前、2かに3ヶ月前の,あの収録者の時の熱はどこへやらみたいな感じ <laughs> あのー、あれは新キャラは新キャラ。新キャラ一応あのー、私あの、シーズンパス買ってるんで、触ってはいますけど、えーでな。あれからどれぐらい増えたんすかえー、当時、ラシードはもう出てたのかなあ、いや、出るみたいなとこじゃなかったかな配信されてるのはラシードと秋っていうはい、はい、 まあ、ソリッドファイター5の時の、えー、ファンの、なんかで、弟子というか、娘というか、なんかそういうキャラが出てますね、今配信で。ファンってああ、はいはい、あの、独主のやつか。独主のやつ。はいはい、秋も、毒使い。あ、な、あのな、あいつじゃなかったね、やっぱり。そのまんま来なかったさすがにな。一応触ってはいますけど。おぉ、おお別にそれでランマすることもなく。ああ なんか、落ち着いたような状態。<laughs> なるほど。そうなんか。あれあと誰が来るゴ気とゴ気とえっとね、エド<誰>っていうあの、あの、四天王のボクサーいたじゃないですか。名前のせいで、えー。バイソン。バイソン。バイソンの、はいはい、バイソンがどっかで拾ってきたコジみたいな。へえ<ー>と、ゴ気で終わりかなシーズン、ファーストシーズン。ああ、なるほど。え、そいつらいつ頃出てくるって。 決まってんのキあロー、合気が春やからね。で、秋が最近秋に登場して、今登場したから、年明けに江戸で、春頃に合気じゃないですか新キャラ増えたらストーリーモードの変化はあんのちなみに。あります。あ<ー>あストーリーモード、ワールドツアーモードの中では、うん、そのプレイヤブルキャラが師匠として登場するんですけど、新しいキャラが登場されるごとに新しいストーリーがこう追加されてるような状態。あ、なるほど。で、新師匠として出てくるわけや。そう。 なるほどね。ああ、いいじゃん。へえ。ああ、それは、ちょっと面白そうだな、やっぱ、それ。そう。で、それがね、やってみてね、改めて、こう、なんていうんですかね、思ってもなかった、こう、なんつうのか、機能というか、こう、体感やったのが、はあ、なんかすごい、ストリートファイターのキャラクターに、なんか、愛情が湧いてくるんですよ、愛着が。えっと、自分のキャラにってこといや、あの、登場人物たちに。 ああ、はいはい、ストはいはい、なるほど。昔で、てて昔からいる竜であったり、純利だったりなんかも、一応ストーリーとかがあって、はい,はいはいはい。で、その世界の中での各キャラの関係性とかコミュニケーションとか。で、一応、プレイヤーキャラである自分はこう、弟子と、弟子、弟子って言ってもシステム上の仕組みでしかないんですけど、うんうん、まあ一応、交流があるんですよね、何かと。うん,う,んう,んうん、うん、うん。で、その交流自体は言ってもそんな、なんつうの大したものでないんですけど、そういうのを繰り返していくと、 なんかこう愛着が持てるっていう。ああ。まあ、<で>今までね、格闘ゲームってあんまりストーリーの部分って紙芝居でしかずっとやっら、うん。そう。それぐらいだとだいぶ、あれでしょうね。心筋感も上がるでしょうな。で、特にあの、一番最近配信されたあと、秋っていうキャラクターが、おうお,うおうティーザートレーラーとか見てると、むちゃくちゃキモいんですよね。<う>なんか。キモい一回見てもらったらいいと思うんですけど。おキャラクター紹介、動画。これかな。 あ、でも、ポーズ確かに、あの、前の、だっけ、ファンだっけ<あ>似てる、似てる気がする。ああ、だいぶ、だいぶいってるキャラですね。<laughs> で、その、超一つ技決めた時の最後の決めポーズとかもキモくて。ほう。ホラーなんですよ、半分。ほう、<laughs> じゃあ、違う、詰めといてる。<laughs> まあ、だいぶとんがったキャラに仕上げてみたな おー、確かに。<laughs> すげえな、この地面を、この背中でってく,るあくねくねくねしながらますね。ーああ、でもすごいね、キャラの、なんていうか、造形というか、動きというか。で、まあ、この、秋っていうキャラクターも、<laughs> うん、まあ、この、ティーザートレーラーとかが、配信された時は、キモキモっていう話になって、うん、で、なんでこんな尖ったキャラにすんねんと、もっと美形出すとか、なんかいろいろ意見あったんですけど、 ああ、美形ああ、はいはい。はい。かわいい女キャラ出せとかね。もうまあ、はいはい、そういう意見もあってしかりやと思うんですけど。はい。なんか、ワールドツアーモードにこ、こいつ師匠として登場したら結構ね、愛せるキャラなんですよね、なんか。おー、なるほど。そうなんや。<laughs> 明らかに価値観がこう、一般人とかけ離れてしまってるんですよ。ファンに育てられてるから。はいはいはい。 好きなのはファンだけ、他の人間はみんな死んでもよし、何やったら自分も死んでもよし、みたいな価値観を持った人なんですけど。なるほど。あの、口癖は、西シシ,シシシって言って、シがシルのシなんですけど。<laughs> なるほども。もうすげえ癖強いキャラなんですけど、<laughs> はいはい、なんかすごいとぼけてるところとかもあって、ーワールドツアーモードやってると、なんかすごい可愛い子燃えてくるんですよね、なんか。おー、へえー。ワールドツアーモードの中に、こう、師匠たちと LINE をするっていう機能があるんですけど、 何ら、うん、かのフラグが立ったら、師匠が LINE 送ってくる、来て、それに、まあ、何かしらの返事を返すってだけの単純な仕組みなんですけど、そういうのとかも、なんか、やってると、こいつ意外と可愛いなと思ったらするんですよ。ええー、え、その LINE の返事って、選択式なの選択式。ああ、だよな、さすがにそうだよな、ね。で、どのスタンプ選びますか、送りますか、みたいなのも選べたらするんですけど、そういうのやってると、こう愛着を持って、 持っててしまうというか。うん。なので、その、ワールドツアーモードだけでも結構満足感があって。うん。で、すべてをクリアすると、なんか終わったな、っていう感じになっちゃってね。なるほど。あ、でもそっちやっぱ俺やりてえな。<laughs> その、対戦と <laughs>。そっちだけでも全然ゲームとしてなり得るというか。あ<ー>あ。ただまあ、あ,<ー>あんまり期待したかくやると、どうなんだろうっていう感じの、感じではあるんですけどね。ああ、なるほど。 やっぱね、対戦ね、ちょっと心がね、うん、それこそさっき言ってた、基本、もう勝てるとは思ってないからさ、今、もう、うん、どんどん、あの、進んでいくというか、うん、精神力が減っていきそうな気がするんでね、対戦のモードが。うん、そうで、前ね、収録した時、もこれはもう、配信もしてないので、皆さんに、 もう何を話してたのかわからないという状態なんですけど、やっぱその、モダン奏者が登場したことによって、はい。あの、下手くそでも戦えるようになったっていう時代に突入したなと思ったんですよ。はいはい、は,いはいはい。やっぱりその、クラシックモードとモダンモードっていうのがあって、まあクラシックモードは従来の、 一冊のコマドを入力しても出ないっていう。まあ、それが撤廃されてワンボタン出るっていうのがあるんですけど、うん、この、このモダン操作の開発も進みすぎたし、その対応も進みすぎているので、うん、ははは前ほど勝てないんですよね。やっぱり。あなるほど。やし、で、モダンでもうまいやつうまいっていう、なんかすごい極端極、極端ではないな。まあ まあ、まと当然、まあ、ゲームプレイなんてものは、サーマードコアの話じゃないですけど、やっぱり、基本はプレイヤースキルっていうのがそのまま反映されるのがゲームやから、特に格闘ゲームなんてものは、やっぱり、ソイズ自身のプレイヤースキルの高さによってね、優劣が決まるもんですから。うん、それはそうですよね。だからそ、それは、そう、それはもうモダンであろうか、クラシックであろうか、関係ないですよね、今となってはな。な、るほど。だから、下手、うん、くそなモダンが、強いやつには絶対勝てへんのですよ、やっぱり。 どこへ行っても。なるほど。で、かつ、やっぱ、Vtuber ーー界隈も巻き込んだ格闘ゲームブームが来てますから、うん、その開発と電波力が半端ないんですよね。だから、モダン操作を使ってるからといって、うん、そこそこうまいと勝負になるとかっていうのがもうないやろなっていう。はあ<ー>。まあ逆に言うと、自分の、 レベルに合わせた適正の人間とランクまでずっと戦えるっていう意味では、<ー>対戦相手に困らないっていう状態なので、はい、そういう意味では、なんか、本望というか、はい,はい、いつまでも遊べるゲームだよなと思うんですけど、<laughs> モダンを使ってるから楽とか。なるほど。でも、こう、新しいキャラが増えた時とかってやっぱ新規流入が起こって、その人たちにはちょっとマウント取れるとかじゃないの、うん いやでもそれももう上手い人ってすぐランクが上に上がっていくから、<laughs> そのランクが上がっていく間のその過程はもうしょがりって言われてますけどね。ああ、しょがり扱いになっちゃうか。他のキャラクターでマスターランクの人が新しいキャラ出たから、なんかちょっとやってみるかってなったら、その新しいキャラがマスターランクになるまでにぶち殺されていく奴らは、もうしょがりの、こいつしょがりやんけっていうぐらい何もできずに死んでいくみたいですけど、 なるほど。でも、以前のシリーズに比べると、少なくともランクマッチは、あの、好意的に停滞し,しづらい感じにはなってるみたいなんですよ。ああ、うん、ああ、ランクマをする限りは適正レベルに上がってしまうっていう仕組みになってるから、うん、わざとレベル下げるっていうのは,やうは、やろうもた、やろうもたできるっていうか、その、中にはいるみたいなんですけど、ラン、ランク詐欺ってやつがね。ほう。 むちゃくちゃうまいのに、えー、あの、うん、カジュアルマッチしかしてなくて、あーはーはーランク馬をあんまりやってないから、データ上の勝率が低いやつとか、<ー>でもめっちゃうまいやつとかっていうのはいるんですけど。で、でも、そういうの人も、いや,やってれば上がっていっちゃうわけでしょ、結局。ランク馬、ランク馬をる、し続ける限りはもう<構>適正レベルまで上がってしまうっていうのが今の仕組みにはなってるんで。うん。それや、やんなかったら勝手に落ちていくとかもあんの落ちていくことはない。ないよね。 えー、一応、ゴールド、ゴールドランクまでは落ちないんですよね。で、プラチナランクに行くと、負けると落ちるみたいな仕組みになってて。<ー>なので、極端にめっちゃ上手い人が、なんかシルバーとかまでわざと落ちてきて、あ<ー>まあ、お召りをするみたいなものは少なくともランクまであまりないんですよね。あ,あ,あな,るなるほど、なるほど。いろいろ、ね、カジュアルマッチではもう余裕であるんですけど。ああ、そうなんやね。なるほど。 そういう意味では、その、格ゲーとして、その、自分と似たようなレベルの人と、毎夜毎夜毎晩毎晩戦えるという意味では、今一番いい状態であるとは思うんですけど。おおなるほど。はい。だからといって、なんかモダン使ったから、なんかクラシックに簡単に勝てるとかいうレベルでもなくなってるし、うん。モダンはモダンで、ちゃんと努力しないと勝てないみたいな状態になってる。ああ。 でもそこはどうしてもこの操作方法というか、うプレイヤーの連部じゃないですか、うん、それって。はいはいはい。モダンであろうが、クラシックだろうが、強いやつは強いし、弱いやつは弱いっていう。まあ当然の仕組みですから、それは。はいはい、まあその、なんだろう、言ってみれば、適正なタイミングで適正な技を出すってそうそうそう。変わらへんってことやんな、モダンであろうが。そういう意味で、モダンは、まあコマンド入力がないので、うん、判断、その場の判断だけで技が出るという意味では、クラシック。 そう、ね、使ってる人よりも、ワンボタン出るという優位性っていうのはあるんですけど、うん、はいはいはい。だからといって、そいつがむちゃくちゃ、クラシックの人に比べて、むちゃくちゃ強くなるかというと、なったのであるならば、それはその人のプレイヤースキルだとは思うんですよね。はい、うん、はいはい。なるほどね。っていうレベルにはなってるなと。だから僕もモダン使ってるからといって、うん。なんか、むちゃくちゃランクが上がっていくかというと、そうではなく、うん、まあ、それはね、うん、普通に停滞するような感じになるので、うん。 なんか、モダンだからどうとかっていう、そういう論争は意味をなさないなと思いますけどね。ああ。もう逆にじゃあ、そこまで行き着いたのすげえな。バランス取れてるってことやね。っていうか逆にこの三ヶ月ぐらいでそこまで行くんやと思って。<laughs> ああ、なるほどね。はあ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 。で、単純に好みとしてモダン嫌いって人はいっぱいいるよなと思って。ああ<ー>。で、それはわかるんすよ。僕もずっとこう今までのシリーズは、 その、ダルシムを、ちょっと言ったクラシックモードでやってたわけじゃないですか。でも、この、スト、ストシックスで、逆にあの僕、ダルシムはモダンではもう使えないんですね。ずっとクラシックに慣れてるから。はあははあ、はい。だからモダン、ダルシム以外のキャラで、まあモダン操作とかを、モダン操作でランクマとかしてるんですけど。はあ。 その時に対戦相手にモダン操作のダルシムが来て負けると腹が立つからね。<laughs> ああ、でもわかるけど、おなるほど。お前ってモダン操作でダルシム使ってるけど、俺はクラシックでダルシム使ってるし、お前よりも強いはずやでとか思ってますよ、やっぱり。<laughs> やっぱどうしてもそこの差っていうか、それってなんだろうな、モダン、俺もモダンだって、 負けたということにいや、じゃなくて、逆に、も今までの従来のキャラ、まあストリストリ、今までのストリートファイターシリーズに出てるキャラで、かつ、シックスにも出てるキャラを、クラシックで極めてた人がいるとするならば、うん。モダンで逆にしづらいと思うんですよ。いや、そう、俺、最初それやったもんね。俺、別にわざ出えへんくせに、出えへんけど、昔ゲーセンではコマンドで出してたから、なんか今、モダンに、 行くのって、どうなのって思っちゃって、結局、どっちにしようかなでやらなかったみたいな感じ。で、例えば、まあ、あのーまあ、わかりやすく龍剣使ってて、龍剣クラシックでず,ずっともうストリートファイター2からずっと龍剣クラシックで使ってますみたいな人が、うん、今作で、うん、なんか同キャラ対戦でモダンのやつに負けたらむちゃくちゃ悔しいやろうなと思います。いあれやろうね、多分ね。うん。チート感を感じても仕方がないなと思うんですよ。 はいはい。<laughs> <laughs> それはあるかも。でもそれはもうどこまで行ってもこう埋まらない隙間だなと思いますけど、ねうん、そうだよね。特に同じキャラだとそうなるやろうなそのさっきのシチューショーでもそこは、ネジ伏せるしかもうないんですよね。うん。<laughs> 本当に。でも実際、究極、その、同じキャラで、まあ前もチラッと話したような気がするけど、同じキャラで同じ技能だったら、えっと、 クラシックの方が、有利ではあるのかなそのモダンには割り当てられない技があるっていう意味でそこら辺になってるっていうような話なうまあ、有利不利、有利不利はどこまで行っても分かんないですよ。例えば本当に全く同じ技量の人間がいて、で、そいつが、同じ技量の人間 A と B がいて、一人はモダン、一人はクラシックで、じゃあ対戦した時に、どっちが強いんですかって分かんないじゃないですか、どこまでっても。 仕組みとして、そのモダンはクラシックよりも技が少ないとか、うん、クラシックはモダンに比べて入力スピードがあるのでワンボタン出せないとかっていう事実はあるけど、うん、どっちが強いとかいの話ではもうないよなっていう感じなので、あくまでそこで受ける結果に対する自分の感情がどうかっていう話しかないから、なんかモダンだからうんぬんとかじゃないよなっていう。 じゃあ逆に言うと、そこはすごくバランスが取れているということではどっちでも。で、今はもうモダンだからどうのっていうよりかは、もう JP がクソやなとかそういう話になってるんで。JP な。うん。だ、うん、からモモダンそうだうどんとかいう論争よりも、JP もそうすぎひんかみたいな。で、かつ、そのキャラ、 調整、バランス、キャラのバランス調整を年に一回しかしないって、カプコーンが言ってしまってるがゆえに。いや、そうなんだで。この状態がずっと続くのみたいな論争の方があるかなという。年に一回しかしないって言っちゃったんだ。まあまあそうか、じゃないとキャラ、なるほどな。急に変わっても困るしな。え、こんなクソすぎてますけど、本当に年に一回なんですかみたいな、こう、非難というか、論争というか。なるほど。 そうかなんだろうね、その縛り、まあ、安心してやってねってことか、まあ、だってね、ナーフされたとき、使ってたキャラがね、下がっちゃったら、少なくともこの1年はこの強さだよって言われた方が、まあ、安心はできるわな。とはいえ、あまりにもじゃないですか、みたいな意見が出てたりするんですけど、それも結局は、丸、うんまあ、特定の上位層の話でしかなくて。うんうん 逆に僕がいるような、その、低階層では、逆に JP なんかあんま見ないんですよね。うんうん、あ、そうなんや。うん。あれはあれで使う難しいからね。でしょうね。だって、そんな簡単なわけじゃなくさそうな感じ。なんか、管理ん距離管理みたいなやつ。うん、そ,うそ,うそうそうそう。それがなんか難しそうな気配はあるよね。そうそうそう。だからそういう意味ではね、やっぱりね、この、なやろ。うん。まあ、これは僕の主観でしかないけど。うん。 まあ、キャラのバランスしかり、モダン操作、クラシックの操作しかり、やっぱり正直その自分がいる位置から見えるものでしか人は喋らないから、うん、やっぱりこの同じ意見なんか絶対出ないわけですよ。はあはあ、で、同じ価値観に統一されることもないだろうしって。なので、なんか意味をなさない。意見を言うこと自体は意味があるんだろうなと思うけど、うん、誰が正しいって話には絶対着地しないので、 まあ、うそういう意味ではなんか、どこまでっても不毛な争いでしかないよなとしか思わないんですよね、個人的には。で、結局究極何を言おうとも、どのキャラをつ使おうとも、どんな操作を使おうとも、やっぱ強いやつ強いし、弱いやつ弱いっていう話しかないから。うん。まあ結局悔しさの話じゃないですか、自分の心の中の。まあね。このキャラに負けて悔しい、この操作に負けて悔しいっていう。はいはいはい。で、やった時に、まあ、 で、自分がどうするのかっていう話になってしまうよなと思って。うん。そう。ただちょっと、なんだろう、今の話聞いててふと思ったのが、例えばさ、竜と剣って基本構成で一緒じゃないうん。でも、まあその技のチューニングで、まあだいぶ差がついてるんじゃない今って。うん。竜むちゃくちゃ弱,弱いってなってますね。そうそう。剣強キャラで竜弱いってなってるじゃないうん。うん それって、例えば、この敵だったら龍の方が強いとかあんのああ、でそれもさ、俺レベルでは言えないんですよ、そんなん結局。<laughs> なるほどね <laughs>。でもやっぱり龍のマスタークラスになると、龍もいけるやついるよとか言うんですけど、その人の実力に達してない龍使いからすると、誰に対してもいけないみたいな話になったらするじゃないですか。<laughs> あー、なるほど。それはもう僕からしたらわかんないですよね。あー。 で、なんか、動画とか見てたら、龍でもえらい強いやつおったりするからね。で、それ、でもそれってもう、キャラ性能っていうか、その人のプレイヤースキルで強いわけじゃないですか。なんかもう、俺自身が別にそんな強いプレイヤーでもないから、そこに関して物事言われへんなっていうのがあって。なるほどで。やっぱりその、キャラ差っていうのはどうしてもあるじゃないですか、そんな絶対。まあ、あね、そこが埋まるほどのものができたら、ちょっとそれはそれ、キモいよねって。 全員が全員どのキャラで、どのキャラに対しても平等にいけるなんてものはもないじゃないですか。ねそれこそキャラ差が存在しない,い、でもない限り無理だよな。うん、<laughs> で、でも、弱いとされてるキャラでも、むちゃくちゃ強いプレイヤーとかもいたりして、でそこってもう何とも言えないじゃないですか。うん、<で>はいはい。で、できれば自分の使ってるキャラは、誰に対しても対等に戦えて、 うん、なんかちょっと頑張ったら、俺強いんやって思えるようなキャラであってほしいとか思ったりも、それは心情的にはあったとしても、うん、でもそれも別の言い方をすれば、いや、そのキャラ使ってるやつがあるんちゃうのっていう話もあっちゃうし。うーん、ですね。なるほど。 なんやろな、俺はこのキャラを使いたいし、かつ俺が使いたいキャラで、他のキャラ全員にも対等、っこやや強めでいけるキャラであってほしいっていうのは、もうそれはもう個人の欲求でしかないから、うん。全員のプレイヤーの心情として全てのキャラに対してそれは反映されへんやろって話でしかないんで、うんうんうん。やっぱりこう、ゲームの仕組み上与えられたキャラの中で自分が何を選択するかっていう話しかないよなと思って。うん うん、でその中で、やっぱ、プロプレイヤーとかなると、やっぱりこう、プロなので、はいはい。勝たなくちゃいけないわけじゃないですか。まあねで。そうすると、特定のキャラに偏ってしまったりとか、明らかにこう、弱いキャラっていうのは大会では使われないってなると、まあ一般プレイヤー及び観客側としては、 なんか、バランス悪いとか、不平等とかに、みんな見えるようなと思うんですけど。そう、だから竜少ないよね。ほぼいないですからね。ねやっぱりこう、大会とかになると、明らかにこう、主要キャラにさっていうのが出てくるから、うん、そういう意味では、やっぱ強キャラ、弱キャラっていう概念っていうのは、まあ存在してるわけじゃないですか。で、生じャあのー、なんていうかな個性があって、例えばダルシーみたいにね、個性があって、うん それでこう、あんまり使ってる人がいないとか、いる、いるとかの差はあるけど、うん、なんかあの、いわゆるスタンダードキャラで、似たようなスタンダードキャラの枠がいて、そっち片方はめちゃくちゃ使用率高くて、片方めっちゃ少ないっていうのは、うん、なんか主人公だけにかわいそうやなっていう気は、うん、ちょっとする。で、それも微妙なのが、その、うん、なんつうの、ストリートファイターとしては、ルークを次期主人公に備えたいっていうのがあるから、うん、リュウがいつまでも強かったらまずいんですよね。うん なるほど。そのせいか。なるほど。で、やっぱり、このルークは、次期主人公やから使ってほしいわけじゃないですか。うん、カプコン側からしても, <laughs> も、まあ。かつて失敗してるからね。主人公入れ替え、あれあ、<laughs> おったな。<laughs> アレックス一応サードの主人公ョッカーの人一応ね。で、そういう意味ではルークめっちゃ人気やから、成功はしてるんですよ。うん、ああ、強いな、やっぱり。強いし。ああ。 なんか確か5で最後出てたけど、偉い強いって言ってたな。うん。6でも強いし、まあそれなりのヘイトはね、うん、受けてますけどね、やっぱり、ループはね。<ー>だからといって、竜、弱すぎやし、とはいえ、そんな強くもできひんしっていう、うん、なんか変な頃、なんていうんかな、なんかそういう、世界観の事情と、うん。 対戦格闘ゲームとしてのツールの事情っていうのってどこまでもこう相反するじゃないですか、なんか。まあ、そうね、世界観がなんだろう、後から構築していったようなもんなんだね、そのツールなんてね。で、世界観の話で言えば、JP って今回のボスやから、うん、強くて当然みたいな意見もあったそ,れれ、ね、そうですよね。なるほど で、今回のストーリーで言えば、剣が主人公で JP がボスなので、剣が強くて JP が強いっていうのは、<ー>ストーリー上別に、それで合ってるじゃないかっていう意見もあって、なるほどなあと思って。なぁ、なるほど。それなんか、ちょっと、あれだね、不思議というか、そもそもほら、本来ストリートファイターじゃないやら対戦格闘ゲームなんてストーリーなんか別にいらんし、うんうん、ストーリーに強さ引っ張られる必要はなぁ、 確かになその不公平感で絶対なくならへんじゃないですか。まあね。うん、どんだけこまでっやっても。うん、だから自分の湧き出る気持ちと向き合うしかなくて、うん、で、その気持ちと向き合いたくなければ、うん、もう強いキャラ使っとくような世界になるわけですよ。うん、でも強いキャラ使っとくよってなって全員が強いキャラ使うと、うん、その対戦の工業、 としてては見栄えが悪いって話になっっちゃったりして、うん、なるほど。盛り上がりづらいとか。なんかやっぱ理想的には、まあいろんなキャラが、まんべんなく大会に参加して、うん、その中でかつプレイヤーごとにも個性があるみたいなのが一番盛り上がるよなと思うんですけど、うん。なかなか難しいよねっていう事実はあるよなって。うん、まあなあそれはでも対戦格闘っていう、こう、ゲームの 性質上仕方がなないような気がするけど、うん、で、結局、さじ加減は、企業側がどうにかするのを待つっていうしかなくて。まあ、そこな。まあ、プレイヤーは言っても消費者やから、まあ、文句言うしかできひんのですよね。そこ、まあ、ちょっと話全然変わっちゃうけど、僕があの、e スポーツって言われてるやつの、 スポーツっていう言葉にちょっと違和感を覚えてるのの、ね、なんか根っこみたいなのにそこがあって、本当のさ、フィジカルスポーツってさ、うん、言うても、その、まあ、ルールはあれど、その大会ルールとか決めてる人はあれど、うん、そのいわゆるその自然というかぶ、物理みたいなんだけど、うん、e スポーツってそのゲームの、 プラットフォームの部分が変わるとさ、どうとでもなっちゃうわけじゃん。まあね。それがなんか、すごい歪いやなって思うことはたまにあって、なんか。いやいい、スポーツっていうからダメなんですって。まあ、でね、そう、で話もう一回、<laughs> さらに、あの、到達かっちゃうんだけど、このスポーツってなんかにすごい違和感を持ってたそういう意味も含めて。うん、なんやけど、 とあるね海外に仕事行ってたやつと会ったときに、その疑問ぶつけたら、あでも向こうの関係は、スポーツって、体動かすではなくて、競技っていう意味合いで捉えるから、うん、日本でやってるスポーツとだいぶ意味違うよって言われたときに、あ そうか、競技か、とか思ったことはある。まあ、それはあるよな。日本でスポーツって言ったら体育の延長やからな。そうなのよ。なんか、歩くまで体動かしてなんぼみたいなとこがあるから、うん、e スポーツってぞいってずっと思っててんけど、あ、今、まあ、競技なんだ、スポーツのそもそもの意味はって思うと、まあまあ、e スポーツってのはわかるよね、みたいな感じはしたっていうのがあってね。だから、そう。 そういうのもあってじゃなくて、そことは違うところで、そうあのえっ、ー、と、何、プラットフォームかの、企業次第ってところが、すごいね、なんだろうね、そこの上でやってる、そのバランス調整一発で、なんか今までの努力が無に帰すようなこともあるわけじゃん、言ってみれば、しゅまあね、今まで、ね、培ってきたトレーニングとかが。まあ、だから、さっき言ってた1年間にはしないよっていう縛りを、企業自らつけたのかもしれへんけどね。うん ま、その結果、そのシーズンの中では、上位層では今日から、今日同じキャラばっかりが、こう、まあう同じ今日からばっかりが使われちゃうみたいな。なるほど。まあ、しゃーねーのか、そう。しゃーないですよね。確かに、こう、この、今までの流れ考えたらそうなってくるんか。でもそれはもう企業側の努力で、そうならへんように頑張って調整してね、という消費者からは、こう、願い、願いとい意見を言うしかないから、うん、それは。<laughs> すげえなぁ。なんか。生、まあ、ても平等公平はないよなと思いますね、なんか。そういう意味ではなかなか難しい、こう、なんだろうなぁ。綱渡り感のある、こう、なんていうの、仕事というか、その、えっ、ー、と、企業のその、何うんなんていうかな。経済活動がそういうものの上でやってるって、なんか、お恐ろしいね、このかい対戦格闘の。 世界。いあそれだって、クソのような対戦ゲームになってしまった瞬間、プレイヤーいなくなるしね。ねえ、そういうのも踏まわると。でもそういう意味では、やっぱりそのー、CR カップなんか、うん。その、プロプレイヤーに肉薄するぐらい、なんか VTuber 勢、ストリーマー勢が、 そのモダン操作で肉薄するぐらいの試合もしてくれるとかいう意味では、うん、今作は成功やと思うんですよね。見てて楽しいもんだって。やっぱ一発逆転してくれるかもっていう期待感を持つのがやっぱり観客側の醍醐味やったりするから、そういうシチュエーションにはなりやすいよなと思うんですよね、今回。うん。あと何その、一応攻めが強いよね、相当。今までのシリーズより。 やっぱインパクトっていう仕組み自体がこう攻めるための手段なので、やっぱそれをガンガン使っていきましょうみたいなゲームデザインにはなってるから、俺を、俺レベルで言えば攻めてるやつの方が強いっていう、待っててもあんまり得ないなっていう気はするけどね。うん、やっぱ攻守がこう瞬間瞬間で入れ替わりやすいなと思うから、見る分には面白いよなって思う。うううんうんうん、うん なんかあのー、下手くそでも根性で戦ってるように見えるから。なるほど。<laughs> 下手くそでも根性言い方変やな。あのー、漫画とかの展開で明らかに強い敵に対して主人公側がクソーって言って、なんか<ー>兄弟の敵に肉薄する戦いを見せるみたいな、そう、はいうシチュエーションに見えるようになってるよなと思う、なんか。はぁ、な、なるほど。まあ、あとね、ビジュアルも相当前も言ったけど、すごい、 見せ方おもろいなっていうあのエフェクトとかの、あとあのハイスピードの処理入れる瞬間とか、相当そこは他のゲームよりよくできてるよなって思う。なんかその、うん、戦ってるという感覚がビジュアルとしてわかりやすく表現されてるから、劣勢な方、優勢な方っていうのがすごいわかりやすいし。うーん。そうだよね。今回なんだっけバーンアウトだっけうん。なったらね、ビジュアルからして変わってるもんね。 そこら辺はよく、やってんなって思う。あれ、なんかこの、ラウンド1、ラウンド2とかで戦ってて、うん、負けた方って、ラウンド2になったらちょっと服がボロボロになってたり、<あ>なんか、そうなんや。顔が悔しい顔になってたりする、にゃんか。へ<ー>かそういうとことか。だからやっぱ<あ>漫画、漫画的よな。なんかそういう意味でやっぱ展開とかにしても表現にしても。おこれ、他の、 ゲームって今後どうなるんやね格闘ゲーム。まあ正直俺今となったストリートファイター以外興味ないからな。<laughs> なんか本当にストッツにハマってたあの感覚でずっとやり続けているので,で、格闘ゲームが好きなわけじゃないよなって思うもん。なんか。ああ、ストッツが好きだったわけでってことか。でしかもストリートファイターもサードで一旦離れてるので、難しいってなって。ははい、はい、はいはい まあ手軽に格闘ゲームできて、俺強えって、ちょっと思えたら映え画えなぐらいでしかやってないから。なるほど。うーん、なんかも、もうちょい使いたいキャラ増えたらやりそうなんだけどな。なんか今んところピンと来てないんだよな。まあ言うてもね、私も最近やってないですから。<laughs> 語れることもないんですけど、そんなに。あまあでも、あの、 個人的には、その、この間の話が出た時のすごい勢いで、それこそ、こう、今まで触ってなかったっても触ってるっていうとこから、最近、その、まあ、自分が見てるタイムラインにあんま上がってこないから、うん、あれちょっと下火かって勝手に思ってたけど、じゃなくて、まあ、普通になってるす。ついて普通になってるってう <laughs> 普通 <laughs>、うん。やっぱ思うんが、その、うん まあすごい嫌な言い方すると、まあ、嫌な言い方するとっていうか自分がそうだったから過去そうだったからっていう話でしかないんですけど。はいはい。やっぱり自分の肉体を使って体力的に暴力的に人に勝てないから、それをゲームに求めてたっていう部分はあるよなと思うんですね自分で。<laughs> なるほど。はい、やっぱこの、自分は強いんだっていうことで相手を屈服させることに対して快感を得ていたなっていうのはやっぱあると思うんですよ。 ああ、はいはいはい。で、喧嘩では勝てないから、ゲームでは勝てるみたいな感じ。うんで、それを、当時ゲーセンでどこの誰か分からへんものと対戦して、俺を前より強いって思いたいっていう。ゲームの重さイコール自分の強さみたいなところがあったから、ま格闘ゲームやってたなっていう部分はあるよなと思うんですよね。 おお。で、まあもう言うても、ええとしく言ってるんで、今はそんな気持ちはないですけれども。うんはい、はいはい。やっぱりその、対震対心のゲームで、その、負ける。特に、まあ格闘ゲームってやっぱりそういう、現実のリアルの肉体的なその、暴力とか、格闘技とか、そういうものが、そのままゲームに落とし込まれているわけやから、うん、負けた時の負けた感っていうのが、 なんかその、トランプで負けたとか、そんなんよりも、その、暴力的に負けた感がすごい強いよなと思うんですよ、やっぱりね。ああ、なるほど。そんな感じは俺はあんまなかったな。へえ。だって、ウロで負けた時と、各国で負けた時の、<ー>負けた時の負けた感って絶対ちゃうと思うんですよ。いや、それは違う。それはなんだろうな。どちらかっていうと、あのー、やっぱ運の要素が強いから、からその全て対等の条件でさ、う運で、 やってるようなとこあるじゃん。でも、格闘ゲームって言うても、やっぱさっきも言ってるけど、うまさとかさ、その今までやってきた練習とか知識が、結構凝縮された結果じゃんそ。それはまあ別に格闘ゲームじゃなくても、戦略的な対人ゲームであるならば、自分よりも能力の高い人間になんか圧倒的に負けてしまったっていう悔しさっていうのは同一だと思うねんけど、だね、ただ格闘ゲームはそこになんか人殴ってるとかっていう感覚があるから、個人的にはその対人の知略、うん 知力戦略ゲームで負けた時よりも、格ゲーで負けた時のは悔しいなと思うんですね。なるほど。殴られて蹴られて負けたっていうのがあるなと思うんですよ。はあ、はあ、はあ、はあ。だからより一層、しんどい時にできひんなと思うんですね。なるほどね。で、逆に勝った時は、<laughs> なんつうの、やっぱり、かス,カスカッ、そのスカット感があるんですよね、やっぱりね。 なるほどね。ボコボコにしたったでっていう表現がもうほんまそれじゃないですか、基本で。俺ね、それちょっと薄いかもなぁ。なんかねえだからやらないやと思いますよ、うん、<は>いや、そうかもしれないね。うん、なんかあの、逆に気分悪くなることがある、勝ったとしても、みたいな。そうでしょだからその相手をボコボコにするということに、どこかこう、遠慮というか、なんか危機感というかがあるわけじゃないですか。 多分ね。だから俺が格闘技に求めてるのは、さっき言ったそのこの組み合わせとか技術とかが、うん、要はあなたよりうまい,いっていう方に集約されてるいやか文字通りスポーツなわけじゃないですか、<技>いやそうかもね、しなんか任したっていう方にはあんまりベクトル寄ってない気がするな。なんか まあ俺はほんまに俺の主観でしかないけど、やっぱ格闘、その格芸、格闘ゲームをやってる人の中で、それなりの割合にいるなと思うんが、うん、やっぱりその喧嘩とか暴力の延長上で感情を乗せてる人多いんちゃうかなと俺は思っていて、なるほど。だから相手をボコすとか、ボコられるとか、負けると悔しいとか、<あ>なんかそういう気持ちに、 必要以上に固執するときあるよなと思うんですよね。なるほど、ね。で、特に自分もそっち側だったので、やっぱりやっぱ負けるとしんどいんですよ。ああ、はい。はい。だから本当、まあもう極端な話言えば、その手も足も出ない戦いをずっとやり続けていると、もういじめられてる感覚になってくるからね。<laughs> <laughs> なるほどな。はいはい。まあそれはある。うん <laughs> で、やっぱりその、さっきも言いましたけど、その、ボコボコにしてやんよとかいう気も、言葉があるってことは、やっぱ、人の欲求として相手ボコしたいという気持ちがあるわけじゃないですか。<laughs> で、相手をボコすことによって気持ちいいって思いたいという気持ちがある人もいるわけじゃないですか。<laughs> まあ、それはいるわな。それはもちろんいるでしょう。うん、そ、それは当然中には、その武道の精神と一緒で、競技精神を持って、そこで勝った負けたあの中での、 嬉しい、楽しい、悔しいっていうのを持った人も、それは当然多いと思うんですけど。はいはいはい。やっぱり僕みたいな、なんかそういう、現実の世界では勝てなかったから格ゲーで、みたいな人も多いと思うんですよね。なるほど。そうなると、やっぱこう、しんどいきないできないですよ、本当対戦格闘技。まね。確かに。ストレス発散しようってストレス溜まるみたいな。そうですよ。マジで。 当分はちょっときついなぁ。で、で、ただでさえ掛け替えのない少ない時間を、<laughs> そこで、そ,ですね、そこでもし、これでちょっと気持ちよくしなってから寝よっかなって思ってるのでそこでイライラつのったら、これちょっとどうしたらいいねみたいな感じになる。やっぱり対人の、その殴る蹴るの延長上が落とし込まれてるゲームの仕組みですから、はあはあ、勝った時負けた時の、その、うん 暴力性に勝った、負けたってなる気持ちあるよなって思うんですよね、やっぱり、ね。あるなぁ。だから俺の場合は、その、同じ買ってもコンピューターだったら全然何とも思わんのに、やっぱ引きたい人やと、買っても気持ち悪くなることもなくはないみたいなね。負けたらめちゃ悔しいし、それは。コンピューターに負けても、弊でもないのにね。うん、っていうのはあるから、やっぱそういうとこはちょっと入ってんのかなぁ。 うん。いやない、ないわけないと思いますけどね、僕はね。うんもうそういう意味で僕は最近やってないんですよ。<laughs> なるほど。うん。まあ、時間もないし。今やると良くないっていう。うん,うん。まあ、なんだろう。その分、ワールドモードでっていうのが、もう人なめくせちゃったからってことね。そう。だから、まある意味、そういう、その、対人格闘、ん 対人戦の格闘ゲームとしてのソレトファイターが好きだったっていうのと、やっぱりソレトファイターの世界観が好きだったっていうのは、両方あったなと思うんですよ、昔から。で、今回ワールドツアーモードが搭載されたことによって、ソレトファイターの世界観が好きだったなっていう自分を大事にすることができたので、まあそこで一段落ついたなっていう気がしますね。なるほど。なので、秋が投入された時も、やっぱワールドツアーモードで秋に会いに行って、やっぱそこでの、 なんか、親密度と、その、スタイル、スキルのレベルマックスにしたから、そこでまた人をだなくついてやめちゃったっていうのがあるんで。はい、ああ。そういう意味では、やっぱり、ストリートファイターの世界観が好きな人は、ワールドツアーモードはおすすめですね。はいはい。じゃあ、またキャラ増えれば。はい。そこはやっていくみたいな。ええー、そうですね。はい、はい、で、心が健全な時だけ、まあ、ランク回するかなっていう。うん。 終わろうかな。ああ<ー>、ない終わりましょう。<laughs> はい。はい。お送りしたのは沢田信也と。はい、中野浦でした。それでは皆さんまた次回さよなら。はい、さよなら。